皆さんこんこにちは私は私大阪資本教会の足立孝夫と申します今日は3月2日土曜日詩篇43編の1節から5節「苦難の中でより頼むべき力の神」というテーマでご一緒に今日も御言葉から教えられてまいりたいと思います。 詩編四,四十三1節一から五節神よ私のために裁いてください私の訴えを取り上げ不敬虔な民の言い分を退けてください欺きと不正の人から私を助け出してくださいあなたは私の力の神であられるからですなぜ あなたは私を退けられたのですか。なぜ私は敵の虐げに嘆いて歩き回るのですか。どうかあなたの光と誠を送り、それらが私を導くようにしてください。あなたの聖なる山、あなたの住まいへと、それらが私を連れて行きますように。こうして、 私は神の祭壇に、私の最も喜びとする神の身元に行き、てごとに合わせてあなたを褒めたたえます。神よ、私の神よ、我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか、なぜ私のうちで思い乱れているのか、神を待ち望め、 私はなおも神を褒め称える。私の救い。私の神を。さて、今日は詩篇四十三篇を学んでまいりたいと思います。えー、詩篇四十三篇というのは、実は四十二篇と、もともとは一つだったと考えられています。ですから、この四十二、四十三は、まあ、続きなんですね。昨日の全く続きが、今日の四十三篇になります。 えー、ここでこの著者は何を考えていたのか、昨日も申し上げましたけれども、ね、遠いところに、ね、エルサレムの中心ではなく遠いところに行かされた、ねえー、彼がですね、戻らせてほしいと、ね。再び神殿に戻ってきたいというそんな思いを持ってですね、そんな願いで書かれているのがこの詩幣42、43編になっているわけであります。この著者がなぜ、ねえー、この神殿から遠く離されたのかということは、 書かれていませんのでね、よくわかりませんけれども、しかし、かつて私が神殿にいたとき、神はこれほどまでに祝福してくださったと。神様は私を大きな恵みで満たしてくださった。そのような喜びを心に留めて、どうか神様私をもう一度戻してくださいと。私は今あなたから離れたところに、神殿から離れたところに置かれています。どうか私を戻してくださいと。そのように願ってるわけなんです。 えー、おそらくね、敵が攻めてきたんですね。おそらく敵が攻めてきて、まあ、逃げなくてはならなくなったんではないかと思います。不敬虔な民の言い分を知り解けてくださいと一節に書かれていますけれども、そう、敵がね、やってきて私を追放した。ね、どうか私の声に耳を傾けてください。欺きと不正の人から私を助け出してくださいと著者は語っているわけなんです。 そのような中でですね、どうか私が再び神殿に戻って、もう一度神様のもとで、多くの人たちと一緒に神を礼拝することができるように、神様私を導いてくださいと、このように祈ってるわけなんです。しかし、神様がこれに応えてくださらないんですね。私たちが祈るとき、 ね、皆さんも日々、神様にお祈りされていると思いますけれども、ね、祈ったからといって神様がいつも答えをくださるかというとそうではありませんよね。これが信仰生活の本当に難しいところなんですよ。ね、神に祈り、神を求めていますが、しかし神様が、ね、答えてくださらない。現状が一向に良くならない。神様、私は あなたに熱心に仕えて、こんなにも一生懸命祈っているのに、どうして問題を解決してくだされないんでしょうかどうして私がいつまでもこんな、ね、神様から離れた、神殿から離れたところに置かれているのかそんなふうに疑問がやってくることがあると思います。このようなこと。これが起こった時に、私たちにも日常の生活の中にも、 なぜこんなことがあって思うようなことが起こると思うんですが、そのような時に私たちはいかに神様と、ね、交わる、いかに神様の声を聞くことができるのかっていうことを今日、えー、この箇所からですね、学ばせていただきたいと思っています。二つのことをね、えー、今日の箇所は私たちに教えているのではないかと思います。一つ目はね,ね、神の力を信頼して祈るということなんですよ。 一生懸命祈っているわけでありますが、私たちの心は弱くて、ね、なかなか祈り続けることができません。また祈っている間にですね、いろんな状況が悪いと、ね、それらのことに心がこう、揺さぶられてしまうとうね。神様に本当に100%信頼して祈るということが決して簡単ではないんですよ。二節に書いてます。あなたは私の力の神であられるからですって書いてあるでしょ そう神は私に力を与えてくださるお方だ力の神なんです力の神であるならばこのお方の力に私たちは頼らなくてはならないですしかし答えがなかなか与えられないと不安になりまたね疑問に思うようになりついには不不平や不満を言うようよになってしまいまいすそれは明らかに神の力を信頼していない人たちの姿なんです 神の力を信頼していないのに祈ってどうして神様が答えてくださるでしょうか。ですから私たちは不平や不満を言うことなく、神を疑うことなく、ねえー、心から主を信頼、神の力を信頼して祈らなくてはなりません今日のテーマはですね。苦難の中でより頼むべき力の神です。そう、この苦難の中で 私たちはこの力ある神を100%信頼して祈る。その時、神は働いてくださるわけですよ。私がね、ね私が納得したら祈りますとか、そんな風におっしゃる方いますが、私の納得なんか全然いらんのです。そんなものは必要ではありません。私が信頼すること。私が神様を100%信頼する。そうすれば、主は私たちに望んでくださり、3節あなたの光と誠を送り、 それらが私を導くようにって書いてますね。そう、光と誠が贈られるって言うんですよ。あなたが信頼して祈ったら光と誠が贈られる。光は精霊の光ですよ、ね。精霊の光があなたに贈られます。誠は御言葉の真実ですよね。だからあなたが本当に神様に信頼したら精霊が望んでくださいます。御言葉の真実を私たちは掴むことができるようになります。こうして神様は 私たちに、ね、見たまを通して、見言葉を通して語ってくださる。示してくださるのだと書かれてるわけですよ。どうか皆さん疑わないでくださいね。心の中で揺れ動きながらどんなに長い時間祈ったところでその祈りには力がないんです。本当に力のある祈りは上手に祈ることではないんです。あなたが神様を信頼して祈る。 その時、神は豊かな恵みをあなたに与えてください。口先だけで祈るのではなく、心を尽くして、思いを尽くして、精神を尽くして、主を愛して、心から主に期待して、祈るものとなっていただきたいと思います。二つ目はね、二つ目は、御声を聞きながら、御声を聞きながら祈ってほしい。ここで著者はね、一生懸命祈るんですよ。そして私はこんなに一生懸命祈ってるのにっていう思いが、 彼の心の中にやってくるんですけれども、しかし、ね、ここでも書かれてます。4節ですね。私は神の祭壇に、私の最も喜びとする、神の身元に行き、えー、てごとに合わせてあなたを褒めたたえます。神を私の神を私を戻してくださいって祈ってるんです。これね。私を再び神殿に戻してくださいって祈ってるわけです。この祈りは素晴らしいです。この祈りは素晴らしいんですけれども、私たちは熱心に祈るがゆえに、 問題が起こることがあります。それは何かというと、自分の願い事ばっかり言ってしまうことです。ね、私たちの願い事を叶えてくださる神様ではないんです。ですから、私たちは祈りの中で、ね、一生懸命祈ってるんだけども、いつの間にやら、主を与えてください。主を与えてください。そんなことばっかり祈ってしまうことがあります。そうじゃないんですよ。ね、主よね、あなたは素晴らしいです。私たちの祈りには賛美が。 ね、神様を褒めたたえる賛美がなくてはなりません。そして自分のことだけではなく、私の周りにいる人たちが救われますように、祝福されますようにという取りなしがなくてはなりません。そして自分のことも祈るわけであります。こうして、祈りの中心が私じゃないっていうことを皆さん思い起こしてください。私の祈りを聞いてもらうために祈ってるのではないんですよ。神が素晴らしいお方であるということを私たちが褒めたたえるために、 つまり私の祈りの中心は神様だと。神であるということを忘れないで、ぜひ祈っていただきたいと思います。どうか、主の御声をよく聞いて、神様が私の声を聞神様が私の祈りを受け止めてくださって、そして、私たちに本当に豊かな恵みを与えてくださるということに期待しながら、そして、さらには神の御声をよく聞いて、本当に神様の御心にかなう祈りをしながら、ぜひ、 あなたの祈りの生活が行われることを心から願います。愛する皆さん、あなたは神様と祈りの中で会話をしておられますか神の声を聞いていますか 自分ばっかりベラ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 願い事を語り続けていないでしょうか。生ける神様と人格的な交わりをして本当に心から神の声を聞いてください。その時、主は必ずあなたのために働いてくださいます。そのことに期待しながら信仰生活を送っていただきたいと思います。お祈りしましょう。愛する主よありがとうございます。神が偉大なお方であり、また あなたにできないことは何一つない。主よあなたの皆を賛美します。どうか私たちがあなたの御声を聞きながらあなたと共に歩み続けることができますように。そして本当にあなたの素晴らしさの中に生きるものとならせてくださいますようにお願いいたします。すべてを主にお委ねしてイエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。